風が吹く。Oh,
改めまして、Mです。デジモンコンをご覧の皆様、お元気ですか？楽しんでもらってますか？ということでですね、アドベンチャーからテイマーズまでのエンディングメドレーを聴いていただきました。一緒に歌ってくれましたか？どうだろう。お、嬉しい、ありがとうございます。ということでですね、メドレーの時にも一緒にギターを弾いてくださっていた、なんとこちら太田道彦さんです。どうも、ゆるいですね。ゆるいです、はい。そう、なんとメドレーもね、太田さんが作ってくださって。そうですね、今回はね。大変でしたか？大変でした。年末楽しみにしたところが全部なくなりました。そうなんですよ、年末年始かけてね、はい、はい、いろいろ作ってくださって、なんとコーラスも全部一人でやりましたよ、ね。はい、ギターまで全部、はい。私なんかこう、なんだろう、和田さんの曲も宮崎さんの曲も、うん、太田さん曲は太田さんのコーラスが入るじゃないですか、はいはい。私すっごい羨ましくって。本当？はい、私しばらくなかったんですよ、太田さんの曲が。ないね、うん。だから太田さんのコーラスをね、こう浴びながら歌うってことがなかったんですよ。なかったね、そういえばね。そうなんです、うん。だからもう今日すごいご褒美だなと思って。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ。ね。で？で？今日は？はい。何をやりますか？ねえ、ねえ、せっかくのデジモンコンということで、はい、まあそうですね、このままダラダラ喋り続けてもいいんですけど、聞いてる人がもうさ、見てる人が飽きちゃうから ね飽きちゃうので、はい、せっかくね、2人でこうやってここにギターも、ギターですか、はい、これベース、どう見たってこれトランペットに見えますか？いや、なんかベースかな。いやいや、ギターですよ。ギターをね、持ってらっしゃるということで、うん、まあ私たち2人で何かね、フロンティア20周年なので、はい、フロンティアの曲をやれたらいいなと思って。そうなんです、この曲は、はい、ね、和田浩二君と一緒に歌ってたじゃないですか、うんうん、そうですね、デュエット、はい、ね、山は和田君亡き後、うんうん、どうしようかと、なかなか歌う機会が、ね、だから今日初めてなんですよね、はい、大丈夫ですかね。ね、本当に私たちさっきリハでね、そうだって今日まで合わせたことがないっていう、はい、それもどうかと思いますけど ねだっていきなりスタッフが、はい、じゃあ本番行きますって、いや、リハーサルやらせてくれって、一回だけ歌っていいですか、ね、びっくりしましたね、はいはい。そんな本邦初公開の2人で歌うこの曲をじゃあ聴いてください。アンエンドレステイル。君のために、気持ちが透き通るよ。そうだね、変わらない笑顔に今永遠に物語は君を主人公に選ぶよ。たくさんの出会いさ、僕らの溶けないバスルに迷い込む夢的でも、君がいたから、君がいるから強くなれ、いつかまた離れても平気だよ、心が呼び合うなら見えないからわかるんだ、僕らを繋いでる奇跡が、雨を越え風の丘を越えて永遠に物語
人公に選ぶよ。たくさんの出会いとさよならが道しるべさ、僕らの改めまして太田光彦です。今日はですね、こうやって声をかけていただいて、本当に光栄に思うんですけれども、ちょっとリクエストがありましてですね、まあ、20年前ですよね、フロンティアのキャラソンを歌ってくれっていうことで、ちょっといろいろ僕は知ってる方は知ってると思うんですけど、デジモンシリーズテーマソングや挿入歌、あとエンディングテーマとかね、あとキャラソンを入れるともう70曲くらい作ってるので、あの時代そうだな、1ヶ月に 3,4 曲をレコーディングしてた曲があるんですけど、そんな中キャラソンってさっと作ってそのままレコーディングして僕が自分で歌うことがないので、ちょっとすごく不安なんですけど、まあ、覚えてるかどうかっていうところがありましてですね、で、曲をいただいて、これを歌ってくださいっていうのが来たんですけど、サビを聞いたところでこれ僕の曲だっけっていうくらい覚えてないんですね。なんですけど、ちゃんと僕の名前が書いてあるんで間違いないんですけど、今日はそのキャラソンをじゃあ、まずは拓哉のテーマですね。ちょろっとだけ A メロ B メロは覚えてません、ほぼ。なんで、サビ部分だけちょっと聞いてください。サラマンダー。サラマンダーが叫ぶ、拳で燃える炎、灼熱の竜に並って飛んで行け。サラマンダーが吠える、スピリットを身につけて新しい伝説開け。どうもありがとうございました。そう、キャラソンといえばいろんな曲があったんですけど、本当に昭和歌謡っぽい曲だったり、あとは演歌だったり、ね、男しぶきなんて本当にド演歌を作らせていただきましたけれども、次お送りするのもこれね、多分おそらく同じ時期にダダダダと書いたんで、お気づきになってはいないと思うんですけど、コードっていうかキーとコードほぼほぼ一緒っていうね、先ほどの拓哉のテーマとね同じなんですけど、まあ別に本当に詰めて詰めて書いたので、その結果がこうなるっていうね、一つ覚えておいていただきたいと思いますけど、これはダスクモン、ね、のテーマでございます。ブレーダー His fate 戦うしかない。誰も許さない。 He's free。 ナイフの裏側。 He's free。 奴がいる限り。 He's free。 ありがとうございました、ちょっとキャラソンはこのぐらいにしといて、せっかくフロンティアなんで、まあ、頃ねフロンティア僕も、ね、20年前ですから、もう38歳でね、まだバリバリでやってましたけれども、20年ってことはねもうお分かりですね。もうすぐ僕も60に手が届くところまで参りました、このフロンティア、デジモンはもうとにかく和田浩司君がね頑張ってくれてて、で和田浩司君のちょっと思い出を語りたいんですけど、彼はねまあ、デビューだけは僕じゃないんですけど、2作目から一緒になりまして、彼も元高校野球球児ということで、僕も野球好きで一緒にね野球チーム作ってやってたんですね。で、まあ、元々高校球児なんでなかなかうまいんですけど、ある日和田浩司がですねバッターボックスに立ちまして、打った当たりがかなり飛びましてですね、本人はもう多分ホームランかと思ったくらい
まあ、僕らもおーっと思ったんですけど、まだ入ってはいないんですけど、和田浩司が一言やったーって言ったんですよ。もうそれから僕らもホームラン入るかなと思ったら、手前にね、草野球ですから木とかがあるんですけど、木に当たって前に落ちて、結局あの一塁打っていうかになシングルヒットで、そこからですね、和田浩司はヤッターマンっていう頭になりました。じゃあその和田浩司君にね、書きましたフロンティアのテーマソングです、ファイヤー。くすぶってた胸に投げ入れろファイヤー、地平線へ心飛ばすんだ、空回りの気持ちを蹴り上げたら先に行くぜ、次のフロンティア。叶うさ叶う、できるできるさ、爆発してみせるんだ、パラプゴー。ゴミ箱を飛び越えた先にある未来、光をまとってゲロファイヤーパワー、ギラギラと声上がれ瞳の力、ない勇気で Get a fire power、 道が満ちてるフロンティアへ走り続けるんだ、君を連れて。ゴミ箱を飛び越えた先にある未来、光をまとって Get a fire power、 ギラギラと燃え上がれ瞳の力、消せない勇気で Get a fire power、 道が満ちてるフロンティアへ走り続けるんだ、君を連れて。ありがとう。デジモンコン、まだまだ続きます。イエーイ。